それでは今日もマルコによる福音書の続きを読んでいくんですが、えっ、ー、と、このとこちょっと短く、あの、歌詞を短くて済んでたんですけど、今日はちょっと長めです。5章の1節から20節です。えっ、えー、と、ノートを見ていただくと、今日はあの、ポイントが0、1、2となってるんですが、0というのは、ちょっとまあわざと0にしたんですが、まあ、ちょっと本題とはちょっと逸れているんだけれども、 お話ししておきたかったのでゼロとして入れました最初に一節だけ読みます一行は湖の向こう岸にあるゲラサ人の地方に着いたえ,えっと前回のお話を覚えていらっしゃるでしょうかイエス様と弟子たちはガリラヤ湖で嵐に巻き込まれましたけれどもそれをイエス様が沈めたので えとここの場面では無事に湖を渡って向こう岸に着いたということです。それはどこだったかというと、ゲラサ人の地方と書かれています。でこのゲラサ人の地方というのが、聖書学者たちの間では長年問題になってきたところです。 ちょっと地図もあるんですけれども、このゲラサという町は、この下の方に赤い丸で囲ってあるところなんですね。ゲラサという町はそこにあります。で、それは見ての通り、この上の方にあるガリラヤ湖から60キロ離れているそうです。で、なので今日のお話後で出てくるんですけど、豚がアクレに取り付かれて、 湖になだれ込んだというのがあるんですが、この60キロの距離を豚が走ってなだれ込んだというのは、どう考えてもありえないだろうということで、あの、おかしいと言われてるんですね。で、実はこれにマタイは気がついたようで、マタイはこのマルコのゲラサ人の地方というのを修正してガダラ人の地方と言い換えています。 で、ガダラがどこかというと、この真ん中あたりに青い丸で囲ってあるところなんですね。それがガダラという街です。でも残念ながら、このガダラの街もガリラヤ港から8キロはあります。な <laughs> で、なので、まあ、これもちょっと今日の箇所の現場としては、あんまりふさわしくないんじゃないかということで、 まあ混乱が生じているんですね。で、えっ、ー、と、まあいろんな説があるんですけど、まあなので昔からこの聖書がどんどんこの人の手で移されていく段階で、この二つともまた違う名前の街の名前が出てきたりします。で、それが、あの、この、 湖のすぐ、えっと、東側のちょっとちっ,かちっちゃい赤い丸で印したところなんですけど、それにゲラサという名前と近いゲルゲサという町があったそうで、多分そっちだったんじゃないかというふうに今は言われています。まあ、マルコがわざとここでゲラサの町に着いたと言わないで、ゲラサ人の地方をと書いているので、まあもしかしたらその、 こっちのゲルゲサという街だ、だ、が舞台だったかもしれないけれども、それがゲラサ人がよく来ていたとか、影響を受けていた街だったので、まあこの辺一体をゲラサ人の地方というふうに呼んだのかもしれません。だとしたら、まあマルコの記述は完全に間違いとは言えません。ただ、ゲラサという街そのものでなかったことは確かです。あの、こういう聖書学的な問題というのは、 聖書が一言一句間違いのない聖なる書物だという思い込みを正してくれるので出てきた時には時々紹介したいと思って紹介しましたさてイエス様と弟子たちはこれまでこのガリラヤ湖とヨルダン川っていうとその西側のユダヤ人の地域しか行ってこなかったんですがここからは東の地域 違法人の地域での旅が始ままろうとししていました。でもそれは結局叶いませんでしたというのが今日の物語の結末です。なぜなら事件が起きてしまったからです。前半と後半に分けて読んでいきたいと思います。まず2節から13節です。 イエスが船から上がられるとすぐに、穢れた霊に取りつかれた人が墓場から出てきてイエスに会った。この人は墓場を住みかとしており、もはや誰も鎖を用いてさえ繋ぎ止めておくことはできなかった。たびたび足かせや鎖で繋がれたが、鎖を引きちぎり、足かせは砕くので、誰も彼を押さえつけることができなかったのである。 彼は夜も昼も墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていた。イエスを遠くから見ると走り寄ってひれ伏し、糸高き神の子イエス、構わないでくれ。ご唱だから苦しめないでほしいと大声で叫んだ。イエスが、穢れたれ、この人から出て行けと言われたからである。 イエスが名は何というのかとお尋ねになると名はレギオン我々は大勢だからと答えたそして自分たちをこの地方から追い出さないようにとしきりに願ったところでそのあたりの山に豚の大群が飼ってあった汚れた霊どもはイエスに豚の中に送り込み乗り移らせてくれと願ったイエスがお許しになったので汚れた霊どもは出て,て豚の中に入った すると二千匹ほどの豚の群れは崖を下って湖になれ込み湖の中で溺れ死んだ皆さん悪霊に取り憑かれたことはありますか <laughs> と聞いたら多分皆さん困ると思いますそもそも人間にここで言われているような形で人間に危害を及ぼす悪霊 なんていいうのがいるのか,どうか疑わし,いしその存在は信じそういう存在は信じていませんという人の方が多いかもしれませんでも聖書は悪霊の存在を認めています今日の箇所のようにイエス様が悪霊の追放をしたという話はたくさん記録されていますしそういう悪霊たちの頭が悪魔サタンだということも書かれています。 つまり聖書はサタンや悪霊というものがこの世界には存在している。しかも、それらは人間に悪影響を及ぼすことができるんだと教えているということです。でも反対に言うと、それ以上のことは聖書には書かれていません。サタンがどうやって生まれてきたのかとか、悪霊とサタンの関係はどうなっているのかとか、そういうことは聖書には書かれていません。 書かれていないということは、私たちはそれ以上知る必要がないということです。ただ、その悪霊やサタンの存在はあるということ、それを認めて、しかもそれらは私たちに悪い影響を及ぼすことがあると知っている必要はあります。じゃあ、サタンや悪霊が私たちにどんな影響を与えてしまうのかというと、それは一言で言うと、 私たちを自滅に誘うということです。今日の箇所の悪霊に取り憑かれた人の状態は明らかに異常な状態ですけれども、でも大抵はサタンはもっとわかりにくい形で私たちの間に入ってきます。まあ私たちは誰も墓場に住んでいる人はいませんけれども、 でもサタンは私たちの心をまるで墓場にあるかのようにつまり死んでしまったかのような状態にしてしまうことができますお前のことを分かってくれる人は誰もいない神様もお前には興味がないだからあなたに生きている意味はないよと囁きますそれがサタンの囁きです私たちはその声に耳を傾けてしまって どうなるかというと、本当にこの人と同じように、夜も昼も眠れずに、誰に向けていいかわからない叫びを叫び続けることになります。さらに、そんな状態になったのは、自分のせいなんだと、自分を責め続け、自分を傷つけ続けるということも起こります。こういうことは誰にでも起こり得ることです。 こういうことがすべて悪霊のせいとかサタンのせいだとかそういうわけではありません。でも少なくとも私たちがそういう状態になればサタンを喜ばすことになります。サタンは私たちにもっと自分を責め続けろとか傷つけろとか孤独になれとか誘ってきます。その結果この人のように 誰も私たちを止めることができなくなって、そして誰も私たちを助けることができなくなってしまうかもしれません。こういうふうにサタンは私たちを自滅に誘います。サタンは同時に私たちが神様から離れることなら何でも喜びます。ですから、 反対に言うと、私たちが神様から離れるなら、それは私たちが意図していなくても間接的にサタンに近づいていることになります。私たちは神様に従うか、サタンに従うか、どちらか一方の生き方しかできないということです。でもそれは決してクリスチャンかどうかとかという単純な話ではありません。 イエス様を知っていてもサタンを喜ばせてしまうこともありますし、逆にイエス様を信じていなくても神様を喜ばせている人たちはいます。ですから私たちは自分が何に使えようとしているのか、また誰を喜ばせようとしているのか、何を喜ばせようとしているのか、時々考えてみる必要があります。 ただ、まあその時、すべてにおいてなんですが忘れていけない、忘れてはいけないのは、サタンも悪霊もイエス様にはもう決して逆らえないということです。6節と7節をもう一度読みます。イエスを遠くから見ると走り寄ってひれ伏し、糸高き神の子イエス、構わないでくれ。ご祥だから苦しめないでほしいと大声で叫んだ。 悪霊はイエス様から隠れることはできないと分かっていました。だから自分から走り寄ってヒレフしたんです。そしてイエス様の命令に逆らうことができないことも分かっていました。なぜなら、悪霊の頭であるサタンが最初から神様と対等な関係にあるのではないからです。 特にイエス様の十字架と復活の後はサタンの敗北はもう完全に決まっていますさっき私たちがサタンの誘いに乗ってしまって自滅への道を歩んでしまったら誰も助けることはできなくなるかもしれないと言いましたけれどもでも人間には助けることができなくてもこの人のようにイエス様には助けることが絶対にできます この悪霊に取り憑かれた人は人間には完全に見捨てられてしまって自分でももうどうしようもない絶望的な状況にありましたけれどもでもイエス様によって救われましたですから重要なのは私たちにとっても大切なことはサタンのことや悪霊のことをよく知ろうとしたり 必要以上に怖がったりすることではなくて、ただ、イエス様のことをも,くもっとよく知ろうとしたり、もっと近くに行こうとすること、イエス様の救いがどういうものなのか、イエス様が与えてくださる希望がどういうものなのか、それをもっとよく知ろうとすることが一番大切なことです。それが何より、私たちがサタンの誘いに乗らないで、絶望的な状況でも、 もう、あなたは死ぬしかないよという声に耳を傾けることなく希望を見出せる唯一の方法です。それでは続きを読んでいきます。14節から20節、最後までまとめて読みます。歌いたちは逃げ出し、町や村にこのことを知らせた。人々は何が起こったのかと見に来た。 そしてイエスのところに来ると、レギオンに取り憑かれていた人が服を着、正気になって座っているのを見て恐ろしくなった。成り行きを見ていた人たちは、悪霊に取り憑かれた人に起こったことや、豚のことを人々に語って聞かせた。そこで人々はイエスにその地方から出て行ってもらいたいと願い始めた。イエスが船に乗ろうとされると、悪霊に取り憑かれていた人が、 お供をしたいと願った。しかし、イエスはそれを許さないでこう言われた。自分の家族のもとに帰って、主があなたにしてくださったこと、またあなたを憐れんでくださったことをことごとく知らせなさい。そこで彼は立ち去り、イエスが自分にしてくださったことをことごとくデカポリス地方に言い広め始めた。人々は皆驚いた。 何が起こったのかを知った人々は恐ろしくなってイエス様を追い出してしまいました。豚二千匹が突然狂ったようになってみんな死んでしまったという、それだけでも恐ろしいのは当然です。あとは恐ろしい以外にも、この豚というのは ローマ軍に売る食用肉として売ら,れあの売られるために買われていたはずなので経済的な損失も大きなものです豚飼いたちににすす。れば非常に迷惑な話ですあとは、まあ、現代人の感覚から言うと豚たちもかわいそうですよね。イエス様はなぜ悪霊が豚に乗り移ることを許したんでしょうか 豚、飼いたちや豚たちのことを気の毒に思わなかったんでしょうか。その答えは私たちには残念ながらわかりません。ただ、悪霊に取りつかれた一人の人を救うことが、イエス様にとって最も重要だったということは間違いありません。 そしてその結果、イエス様はこの地方で活動することができなくなってしまって、追い出されてしまいましたけれども、でも、それでも良かったんだと思います。なぜなら、この一人の人をサタンの支配から解放して、神様に属する大切な人の一人として回復させることができたからです。私たち自身は、この悪霊に取り憑かれた、ていた、 人のように劇的な出来事を経験することはあまりないかもしれませんけれどもでもイエス様によってサタンの支配から解放されて新しい人生を与えられるという意味では同じですでもイエス様は私たちがあなたと一緒に行きたいですと言ったら何と言われるんでしょうかそれは時にはフェテロたちに呼びかけられたように 一緒に私についてきなさいということかもしれません。でも今日のイエス様は違います。もう一度読みます。自分の家族のもとに帰って主があなたにしてくださったことまたあなたを憐れんでくださったことをことごとく知らせなさい。これは あなたについていきたいですと言った人に対して、イエス様が言われたこととしては、とても珍しいケースです。イエス様は他の箇所では全て、あの病気の人を癒したりとか、悪霊を追放した人がついていきたいとか、あの言ったとしても、黙っていなさい。誰にも言ってはいけないと命じています。 マルコでは特にここだけです。他は全部黙っていなさいと言っています。なぜこの人にはでも大いに言い広めなさいと言ったんでしょうか。その答えも推測するしかないんですけれども、おそらく一つの理由は、イエス様がこの土地に入れなかったからです。つまり自分の代わりに この人に役割を,役割を委,ねよ委ねたということです。考えられるもう一つの理由は、この人がこの土地でこそ伝えられることがあると考えたからです。この人が悪霊に取り憑かれて狂ってしまったようになったことを知っている人たちがここにはいます。その人たちだからこそ、 この人が正気になってイエス様を称えるのを見て驚いてやがてイエス様のことを信じるようになるかもしれません。そしてもう一つの理由はもしかしたら重要、一番重要なのかもしれませんがこの人自身にとっても家族や友人との断絶という辛い記憶を乗り越えて彼らとの関係を回復することが 重要だったからだったのかもしれませんこの人が本当の意味で癒されて再生していくためには壊れてしまった人間関係を修復させることも必要でしたそしてその彼の回復を通して家族や友人もイエス様のことを知ることになります自分の家族のもとに帰って 主があなたにしてくださったこと、またあなたを憐れんでくださったことをことごとく知らせなさい。イエス様を信じて従うということは、サタンの影響がまだ残っているこの世界の中に留まって、イエス様の代わりに出ていくということです。私たちは他の人よりも少し早く、 イエス様に解放されて神様の愛を知ることができました。あなただからこそ届くことのできる人たちがいます。イエス様の代わりに出て行ってその人たちを愛してください。イエス様があなたにどんな素晴らしいことをしてくださったのか、 それは言葉で説明しなくてもあなたがそれをどれくらい喜んでいるかということを行動で示すことができます。ですから私たちはここに留まって罪や傷がまだ多く残っている世界ですけれどもここに留まってイエス様の代わりにイエス様が私たちにしてくださったように互いに愛し合ってそして 世界を愛していきましょう。イエス様、あなたはこの人間の私たちの罪や互いに傷つき合っているようなこの不完全な世界の中にあなたはまさしく来てくださいました。あなたは私たちの欠けも弱さも間違いも 全部ご存知です私たちが過去に犯してしまったこともそして今も気づかずにしてしまっていることもあなたは知っていますけれどもその上で私たちを憐れんでこの世界にとどまらせてするべきことを与えてくださっています。 あなたが十字架でご自分を犠牲にされて私たちを許して癒すために払ってくださったの大きな犠牲と愛をどうぞ私たちがいつも覚えていていつもそこに戻ってくることができるようにどうぞ助けてください。 あなたは私たちに負えない荷物を負わせることはありません。それぞれの人に、それぞれの段階で、ちゃんとあなたは全てを分かっていて、ふさわしい荷物を与え、ふさわしい道を示して、力を与えてくださいます。 様ですからどうぞあなたが示してくださる道を歩むことができるようにどうぞ導いてくださいあなたには何もできないとかあなたの間違いはもう修復しようがないとか そういういいささやきに負けることがないようにあなたは何でもできになって私たちにはできなくても傷を癒し間違いを正していくことがあなたにはできるのでなので絶望しないで希望をずっと持ってあなたに頼っていくことができますように。 どうぞ助けてください私たちの罪と弱さをもう一度あなたに委ねますからどうぞあなたの精霊を私たちに豊かに注いでくださいあなたについていくことができるようにどうぞ助けてください 神様あなたに感謝してあなたの名前によってお祈りします。アーメン